よっしゃゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスです。よっしゃ今回ファイアーエンブレムやっていくぜ。なんか久々の実況のような気がするぜ。こっからは話を飛ばしていきたいと思います。あ、ここで会うんか。ようやくここで会うんか。そうだ、ここで会ってで、ようやくね、こっからストーリーが一緒ってやつか。だからここまでは飛ばしちゃいけないんだ。 OK OK。 いや前回きつかったのは覚えてたような気がする。であいつが死んだんだよな。あいつがな。オッケー、行くぞ。一応メンツは強いからな、みんな。ヒロシヨシヤ、ああ死んだけどな。うえ、ちょっとかっこいいじゃないかよ。さあ行くぞ。あいつら強そうだな、左上のやつら。もうシーンとか全然ないからやべえよこれ。これシーンをするとね、味方が強くなったりねするんだけど、全くやってないからな。あ、でアイテム数量を一応してもます。こんな感じで一応ナターシャがライトニング使えるようになったし、まあメディアがレベル20なんか。あ、レベル20になってたんだ。あ、じゃあちょっとアメリア、ちょっとあれだな、進化させようかなと思っております。ドラゴンスピア、とりあえず預けるか。こいつこれで使うと OK。 はい、よっしゃー、これでアメリアもかなり強くなるぞ。どうしようかな。死んでほしくないけどね、グレートナイトにしようかな。あ、パラディーンの方がいい気がするな。パラディーンになってもらおうかな。はい。いや、ミカサはほんといっぱい死んだな。いや、ここはパラディーンになってもらおう。グレートナイトあんまり好きじゃないんだよね。性能は好きだけど。全然上がらんな。グレートナイトの方が良かったかな。まあいいや。輸送部隊で受け取ると。弓じゃない、槍。あー、これ剣も使えるんか、一応。あ、剣持っとる。パーティーになってもあんまり変わらんのよね。さて、行くか。とりあえずセーブして。並び替えするか。今回ノールを強くしたいな。ノールな。ジスト、あ、前回ジスト出さなかったよね。死んじゃう可能性があったから。おー、いいね。アメリアレベル、あ、 HP47 ってめっちゃ高いな。いいね。おい、あ、エリックそこにおるんか。この時の逆の立場のエリックはすごい強かったんやけどな。ここ置き去りにされるのマジか。結構きついな。もうやばくないこれ。かなりここやばいんじゃない。とりあえずやっていくか。いやー、こいつらやばいな。魔防高いのは1110。 あんま変わらんの、ね、こいつも10だし。ちょっとエフラムの魔防の低さがやばいな。
とりあえず見るか。高音ゼロってやばいな。どうしようかな。斧か。じゃあ剣がいいから、こいつ剣だったよな。あ、来れるんじゃないかな。じゃあデッセルはこっち上に行って、こいつも剣で戦おう。貫きの槍早くちょっと使わないと邪魔だな。ゲームを取っ、ターン終了。さあ来い。敵が多いっちゃんね。ほいほい、オッケー。あ、やべ、アメリアのとこ忘れた。やっぱアメリアじゃない、エリー君のとこ忘れた。やべ、でもこれで味方がかなり増えるぞ。うめっちゃ強いな。あ、やばいやばいやばい、完全に忘れた。エディークたちめっちゃ忘れた。うわ、弱っ。やめてー、全然問題なかった。ここやばいな。これ右上行った方がいいかな。レベル、エディークレベル15か。あ、そっか、エディークだけあれなんかロードなんか。とりあえず右上行っとくか。ここ回復するんか。いや、とりあえずサレフ。うわー、サレフ、ファイヤー、エルサンダー、サンダー、ファイヤー、よいしょい、オッケー。いい、関係ねえ関係ねえ。銀の指、おい、サッと、オッケー。いい、もう強いやつどんどん使っていくから関係なく。もうこっからはね、マジでね、負けられる戦いが、もう死ぬ戦いじゃないからな。もう死ねないから。弱えなこれ。リザイア、あーマジか。リザイアってなんだっけ。あ、回復か。まあ回復、回復か。こうしたらいいんじゃない。あー、ダメだな。見る、うわー、ゴミこいつ。うわー、マジか。リザイア使っとくか。いや待てよ、これ、ライトニングしよっか。弱えー、ナターシャは弱えぞ、相当。この弱さは異常だな。あー、ちょっとやばいね。リザイア使おう。はい。回復。オッケー。うわー、ちょっとナターシャ弱すぎだな。まあ、ちょっと早めに進化させたのもあるけど、さすがにこれ弱いな。鉄の剣。うわー、お、倒せない、バカね。あー、ダメ、ザボト。うわー、もったいねえ。その剣でいいや。15 41%。うわー、当たるんか。 41%。 こいつか、こいつされるんじゃない。あー、こいつされるやん。アメリアは魔法高いもんね、一応ね。9あるし。オッケー、アメリア強い、アメリア強いぞ。やっだー、こうアメリカ強いの超嬉しいな。あ、こいつ3つも、3つも装備があるけ、超強い。あ、オッケー。エフレも攻撃する必要ないんだよな、レベル20だからな。鉄の斧、何、銀の斧、何、なんだよ、全部全部ダメじゃん。やば、ドゥス、何。じゃあここでとりあえず保護しとくか。お、なんこれ、売るやつかな。ジェイスト、ジェイスト、ジェイスト、ジェイストも強いな、やっぱりアメリアの強さはちょっと異常だけど。エリック力ないな、やっぱり。エフレムが強すぎるだけか。うわーお、やっば。ヒーニアスが死ぬ。こんな、奴らに。アメリア強いな、マジで。いいね、パラディン最高。
ジスト死ぬなよジスト、ノール、お、いいね、あ、うんうん、回復しとってよかったな、危ねえ危ねえ、うわー来たよ右上から、ちょノール弱すぎやな、 73% の確率で死ぬじゃん、うーん、雨にはナターシャ座ってたいしな、とりあえずライトに行く、オッケー、よし、結構レベルの上がり方が普通じゃねえな、おお、いい上がり方スール、あ、死んでもいいや、オッケー、もう 73% で死ぬやつは こんなところでいらねえ、しかもレベル10だし、しょべーしょべーしょべー、鉄の剣、オッケー、これは死ぬ、これはもう死ぬ、死なざるを得ない、これちょっと貫きの槍邪魔だな、使っちゃおう、邪魔、はい、あ、貫きの矢、あ、いや、いいよ、いいよ。こいつ、邪魔だな。先倒したいんだけど。あ、3か。オッケー。鉄の剣なら。鉄の剣、鉄の斧。89%。オッケー。こいつ、先倒したいな。鋼の槍。あと1。ふざけやがる。あ、ダメだ、あと1だ。どうか、どうやっても残り1になる。誰か死ぬかな。あ、ジストやばいな。ジストがやばいな。救出しとくか。敵多いな、相変わらず。あ、やべ、忘れた。全部避ける。でもヒニアスいらんけど。全部避けるぞ。危ない、多分相当回避率は高いはずなんだよ。あー、忘れとった、右上やばいな、リセットして、うわー危ねー、おー、リザイア最高、うわー、ちょっと来すぎだろ、リザイア 64% の確実に、もう無理だ、さすがに無理だ、あー無理無理、あー、ちょっと弱いな、ライトニング。オッケー。アメリア突破したいな、右上。ちょっとやばいぞ、ヒーニアスが。なんでこいつ、あ、突破薬持ったのか。こいつ倒さんじゃん。スタンダー。ちょっと下に行きながら。回復しながら特効薬と、オッケー、下に行きながら戦う、レイピア使っとくか、ここは、はい、バシコン、来ないのか、いや、ここでレイピア全部使ってもいいぐらいの感じだな、これは、いや、しかしこれ弱いな、こいつ、あ、ちょ、無理だな、どうしよう、アメリアで右上行くか、大丈夫やろ、はい、回復戦で大丈夫かな、あー、6しか食らってない、 OK、 じゃあ、この2体は無理やりでも倒すか、何倒せないだと、つなり OK、 おー、へーへー、超 OK じゃん、攻撃当たっても大丈夫、 75% いいだろ、はい、痛くないぜ、当たっても問題なし、銀の槍か、はい、92%、 OK、 あー、ジノールやばいな、持ち物傷薬と、オッケー、 HP 低すぎるんだよな、さすがに、うわ、食らうね、さっきほぼ全部よくたね、よし、きた、いいね、全員エリック狙い、エリック強いから、あー、やばい、
まあ、罠やったら当たらんと思うけどな。うん。うわ、やば。え、そんなにいっぱい当たるの？あ、マジで？エリック弱いなあ。マジで死んじゃったぜ。うわ、マジかよ。早いなあ。ちょっと忘れた後に痛かったな。短いけど、いや、今回はここまでにしようかな。ちょっとね、最近ですね、夏バテかわかんないんですけど、すごい眠くなるんですよ。で、実況をしてます。正直押してます。スプラトゥーンずっとやって負け続けて、ちょっと待機して 2日ほどちょっともう何も触ってない状態でやってっていう感じで、ちょっとね、もう仕事とスプラトゥーン2でちょっと時間取られてるんで、今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。